キャプテン、キャプテンとさ最年少の青ちゃんじゃん。でも私もさ最年少じゃん、同い年じゃん青ちゃんと同い年じゃん、そう同い年じゃん。え、勧誘とか絶対しない。だって3期生をお披露目するところなんだから、なんかちゃんと3期生のことを目立たせる、立たせる配信だから、ちゃんとそこは、はるかだってもう5年ですよ、そりゃちゃんとしますよ、じゃん。え、いいな、3期生とね本当に仲良くなりたくって。そう、生まれて初めての後輩にとってもドキドキときめいていて、だけどもっと会いたいのに会わせてくれなかったら でも私はやっぱりなんか自分のことを推しメンにあげてくれてる水津夏希ちゃんはやっぱり普通に嬉しいじゃないですか。いや、こうやってなんかもう簡単に心奪われてるんだけど、そうそう、そうなんですよ、めっちゃキュウリをしてるじゃん。でも聞いたのね、本当にこの世の中にはあのたくさんの食べ物があって、もちろんキュウリも美味しいけど本当にキュウリでいいのって聞いたら、私は本当にキュウリが好きなんです、一昨日も食べましたみたいな言ってて可愛いって思った。そう、でもしかもさ、あのふんわりしたさ喋り方とさ、なんかお顔もさめっちゃ可愛いじゃん。でそういう感じの雰囲気なんだよ。もうそれでさ、キュウリが好きですみたいな言われたらさ、いや分かってるってなる。それはもう本当にそう、いや水津夏希ちゃん、そう、なんかしかもちょっと自分に似てる部分もある気がして、そう、でもきっとなんか結構変わってるけど頭はすごくいいと思うんですよ。なんかあのなんとなくの勘だけど、でもそう、なんか聞いた質問とかに対してすごいなんか「はい」とかじゃなくて、しっかりなんか中身を入れて答えてくれたりとか、そう、でもみんななんか可愛くって、なんかでもファンの人も普通に興味津々で、なんか3期生の新しい情報に飢えてるみんながを見てすごい、あ、なんかなんて言うんですか、こんななんかじわじわと情報解禁されていく3期生のにはすごいなんかみんなつらじわじわとね解禁されていく、そう情報をみんななんかこうまかれた種を拾っていくようにそう、でもなんかはるかがこうやって配信をしててもなんかみんなはなんかあんまりめなんていうの、なんかそんなにはるるんの新しい情報とか最近の私のなんか話とかもなんか、あーはいはいみたいな感じで聞くくせになんか3期生のことになるとみんななんかすごい、しかもコメント欄も結構甘々で、そうなんかみんな優しいし私たちもみんなは優しいけど、でも新しく入ってきた3期生には特になんかそうなんかちょっとニコってしただけで、あ可愛いんだ
っちゃうみたいな感じで、なんか甘くないって、はい、もうちょっと思ってました。でも確かに可愛かった。うん、あとリリカちゃんもすごい、スタッフさんにもめっちゃリリカちゃんと私似てるってよく言われるんですよ。なんかそんなにリリカちゃんとまだいろんな時を過ごせているわけじゃないから、でも私も似てるなって思ったのね。だからリリカちゃんに似てるなって思ったし、なんかすごくもうすごいなんか ビビビッと私の人生の中のこのラインが結構ビビビビッと来てしまったんですよ。そうなんかそうなんかもしかしたらリリカちゃんはまだまあ13歳だからあれだけど、13歳と18歳だけど、こう大きくなって私も大きくなった時に、なんか私の人生観をなんかいつかリリカちゃんによの手によって変わる気がしてしまってなんかしかも共通点もあって、なんか最年少で入ってきて今13歳で、私も13歳で最年少で入ってきてたし、あとなんかそうなんていうの、ジャンルが似てる、わかるかな、顔の系統が同じジャンルに所属させていただいてる気はする。そうそうなんですよ、なんか共通点がいろいろあってね、ドッペルゲンガーだと思ってるそう、でもなんかでもね、それで私もすごいめっちゃ興奮してて、でなんかなんだろう、そのあ似てるね2人みたいなというよりかは、もっと奥の奥が似てる、根っこの部分が似てる気がして、でそれをなんかリリカちゃんに熱弁したのね。なんかすごい初めてこんなにも自分と似てるっていう風になんか思った人間さんに初めて会って、なんか私のなんか人生が今すごい変わりそうなんだ、リリカちゃんと出会ってみたいな話をしたら、なんかすごいはいってカウンセルって、え私もえでもリリカちゃんもね、なんかそのめっちゃどっちもに振るんだよ、右左どっちもに振るのそう、え片方でいいよってそうなのなんかでもリリカちゃんもそのスタッフさんに言われるんだって、すごい大小屋さんにこういう行動が似てるよとか、なんかすごい似てるよ大小屋さんにって言われるんだって。だからなんか大小屋さんに似てるって言われて、なんか自分ではあんまり分かってなかったんですけど、まあ確かにって思う気はします、うーんみたいな感じ。そうえでも なんかなんとなくね、そのこなんかわかんないけど、私の本当にもう片思いなんですよ。だからでもなんかこれからもちょっと根掘り葉掘り いろんな話を聞きたいなって思って。そうもう片思い、軽い恋ですね、軽い恋とは
そうなんですよ。でもリリカちゃんはすごい多分真面目系、多分本当にだから似てる、なんか自分で真面目っていうのはおかしいけど、結構そのまあ真面目に生きる、まっすぐ真面目に生きるみたいな、ほら凛々しく賢く元気よくみたいな、そう出たじゃないですか。そうなんですよ、なんか親近感です。そうなんですよ、うん、いやでもなんかマネージャーさんにその話してみて、やっぱりリリカちゃんはすごく私の人生において重要な人物になるような気がします。私の転機をもたらしてくれるような、なんとなくそんな感覚がしましたって。でもなんか意外と一方通行で、なんかもうちょっとリリカちゃんもなんか大声さんと似てるとか思ってくれてると思ってたら、なんか意外と一方通行でしたってただそう、でもなんか将来はるかがまたこうなんかいろいろベラ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 喋ってリリカちゃんに聞いてもらって、多分ねもう本当にもう未来が見える、なんかねリリカちゃん聞いてよみたいな感じで、絶対なんかそうベラ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 喋って、考えすぎですよって一言言われて終わるやつはい、絶対そうだと思うんだよね。でもそのくらいの、そう私はそのくらいの距離の関係になりたいって思ってるんですよ。そうわかる、そうでもちょっともうちょっと、もうでもイメージはもうできてる、私はもうあの人見知りだけど、人見知りな分話したいって心の底から思った、お近づきになりたいって思った人に対しては結構グイグイ行くからでもグイグイって嫌われないかちょっと不安なんですけど、そうって思ってる。あと皆さん気になった子いましたか？あ、わかる。え、花江ちゃんさんまだ話せてないんだよね、しっかり。でも結構そうそうなんですよ、空気感、空気がね、まとってる空気が違くって、私も気になってるんです、めちゃめちゃ。花江ちゃんわかる、面白そうだよね。もう花江ちゃんは結構一人違った空気をまとってるから、なんかメンバーにももう結構気になるよね、花江ちゃんねって、メンバー間でも話に出てます。そう、しかもなんかめっちゃあの新潟一番さんの密着のやつ見ていただいたら分かる通り、めっちゃ努力家っていう風にすごい聞いてて、そうなんですよ、だからすごい応援したくなるし、ほっとけない系女子みたいな、そう、いやこれはなんか本当に3期生強いですね、強強メンバーが揃ってる。うん、あとね、私リリノちゃん、そうだこの話まだショールームでしてなかった、なんかさあの新潟一番さんの生放送あったじゃないですか、私あの生放送には出れてないんですけど、あのVTR 出演してたんですけど、生放送は青とリリノちゃんが行ってたのね。
で見たんですよ。普通に見てて、リリノちゃんめっちゃ上手だし、なんか安定感がすごくって、なんか本当はこうやってリリノちゃん初めてで緊張してるだろうけど頑張ってとかっていう感じで見てようと思ったんですけど、なんかあまりにも自分なんかよりも全然上手すぎて、あーこれはやばいなーってそう、本当に危機感を感じましたあと声がめっちゃいい、なんていうのかな、こうさ要所要所にちゃんとリポートしてるんですよね、リリノちゃんは。でなんかすごいめっちゃ自然な感じで、こう海が見える、美しい海が見える素敵な場所ですみたいな、なんかこうそう、えめっちゃちょすごいこの前入ったばっかりなのみたいな、なんかもう泣きそうになるくらい、もうどういう上所、もうなんか本当にすごいね、びっくりしたんですどうしよう、私先輩なのにもう5年目だよ、まだ1年も経ってないんだよ、リリノちゃん。ああでもきっとなんかそう、どうしてあんなに上手なんだろうって思ったら、リリノちゃんはきっとアイドルとかが好きって言ってたから、そのアイドルさんとかをいっぱい見てきたりとかしてたからかなって。なんかやっぱり見て学ぶのときっと、もちろんそのすごい多分リリノちゃんも頭がねいいのよ。リリノちゃんも結構しっかりお話ししたんだけど、そうなんかね結構テストとかでも時間が余っちゃうみたいなって出た気がするな。あ、頭のいい人のやつだってそうだから、もともとの頭いいのもそうだし、きっと努力家でそういう風に見て、多分準備もしっかりしてね、緊張もしてるだろうけど、その分ちゃんと真面目に準備して努力してってやってるからだなって。才能もあって努力もできる、素晴らしいなって思いましたパイセン、そうなんですよね。もうでも先輩は辞めました。はい、先輩は辞めました。私は3期生と友達です。もうだからみんなに言ってるの、私のことは先輩って思わないでって。もう年も近いんだし、友達でいいよって言ってて、そう、ちょっとリリノちゃんの上手さはマジのマジすぎて、私も余裕がなくなりました。心早くもうちゃんとし、もうほんとそろそろ自分マジでちゃんとしろって、ほんとなんかもう結構自分に怒ってたはいはい、もうはい、ほんとにちゃんとしようっていうか、もう危機感、もう本当にはい、秒で越される、だからちゃんと私も3期生です。私も3期生です。でもこうみんなすごく言われたことを守ってるみたいな、すごいさ
ちゃんとマイクをまっすぐここに置いてイエーイってみんな揃ってるんだよ。イエーイ。はい、なんか自分の加入したばっかりの時ってやっぱり重ねちゃうと感慨深いですね。今でも覚えてるもん、劇場に初めて立った時の自己紹介した瞬間も覚えてますし、でも確かにあの時も自分13歳で入って13歳って言われた言った時の結構ファンの方のおおなんか若いの入ってきたぞみたいな雰囲気を感じて、で13歳の時はなんか全然分かんなかったけど、あそっか、まあ最年少だからそういう風に迎え入れてもらえるのかとかって思ったけど、もう今考えたらもうこの13歳ってすっごい若いじゃないですか。確かにその反応になるなって、うん、すっごい若いですね本当に。世代はでもどん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 ね変わっていくんですね。でもリリカちゃんはほんとなんかしっかりしてる感じで、いやちょっと頑張んないとですね私も。しみじみはい、頑張んないとですね。まずはまあ次のツアー19日のツアー3期生は4人来てくれるみたいで、そう頼んだから自信持ってねはい頑張ります。いや本当ね、頑張ろう。あ、わかる。ベルワールドって何ですか？磯部ルアちゃんのなんか、でも磯部ルアちゃんはあの変顔がすごい話題じゃないですか。でもちゃんと可愛いんですよね。そこがなんかいいですよね。ギャップというか、ちゃんとふざけてちゃんと可愛い人って結構 TikTok とかで好感度じゃないですか。なんかこうあの曖昧な変顔、私なんかは曖昧な変顔をどうしてもなんかもう私ね別にぶりっこしたいわけじゃないのに、どうしてもなんか変顔すると自分が嫌いになっちゃいそうなんですよ。なんか可愛い子はいいじゃん、変顔しても普通の顔が可愛いんだからいいじゃんって。でも自分の変顔がもうあまりにもブサイクすぎて、いや変顔ブサイクなもんなんだよって言われても、そう、でもブリッコではないんです。でもなんかすごい小学校6年生の時に急にブリッコブリッコって言われて、今までブリッコとは自分は程遠い存在だと思ってたのに、なぜかなんかそんなこと意識してないのになんかブリッコって言われて悲しいみたいな、
けど、変顔もだからあんなに全力でできる子がいるなんてって感じだから、そうちょっとラーちゃん見習っていかないとなって。そうですね。でベルワールドって何ですか？なんかベルワールドへようこそみたいな、なんか遥村より設備が整ってそう、発展してそう、なんか分かる、なんかちょっと近未来みたいなワールド。そうね、広いよね、広いし全部カタカナだとなんか大きいし未来感ある。なんかはるか村は手作り感あるじゃないですか、みんな手作りのジュースを作ってたりとか。でもベルワールドではなんか工場でオレンジジュースが製造されてそう。ウィーン、ジュボボボボボ、ウィーン。なんかはるか村はまあ電気もあるけど、でも太陽光発電でなんとかやっていってるわけじゃないですか。でもベルワールドはなんかなんとなくだけど、こう最新の設備あのそれはルアちゃんにね詳細は聞いてみましょう。ベルワールド、え、でもさ、なんだっけ、あのルアちゃんはさ、オーディションの時にさショールーム配信をしてたよね、してたと思うんだけど、え、なんかルアちゃん自身はみゆみゆ推しだけど、なんか小越はるかさんの名前も出してくれてなかった、え、気のせい、なんかお母さんがって言ってくれてた、私ちゃんと覚えてるんですよ、ちゃんと見てたから。え、誰か覚えてませんかええ、待って、勘違いだったらめっちゃ恥ずかしいです。でもなんとなくそう言ってたような気がするんだけど、え、気のせいかな。え、全然目撃情報ないんだけど、ごめん、嘘かもしれない今嘘ついてあるかそうそうでしょ。都合のいい配信か、ちょっと待ってよ違うんだよ。ハートさんありがとうございます恥ずかしいじゃん、なんか。でも、そうですよ、イーナちゃんはスイズなつきちゃんなんだよね。なつきちゃんははるか推しって言ってくれてるから絶対仲良くなりたい。はい、そうですね、まあみんな
みんな見ててくださいよ。私が再帰省をね、なんていうの、サザエさんみたいにピッピーってやってる姿が、また1ヶ月後とかには見れますから、はい、楽しみにしててください。はい、先導するんです。そうだよ、絶対なってない絶対なってるってば。劇場がボヨンってなる。そうそうだよその様子をね、ちゃんと YouTube に。心配です、心配です。何が心配ですか再帰省かわいそうとか言わないでくださいよ。私本当にもう後輩が5年目にして初めてできて、てか18歳、18年間生きてきて初めての後輩なんですよ。そりゃあドキドキするし、そわそわするし、仲良くなりたいとか、なんかちょっと先輩風吹かせてみようかなみたいなとか、なんか敬われるような、なんか憧れてもらえるようになりたいなとかあるじゃないですか。それでもずっとそわそわしてるんですそうですよ。え、でもなんか私がその入った時に自分からグイグイとか行けるようなタイプじゃなかったから、先輩に。だからなんか私が先輩になった時はその後輩に話しかけて、自分から話しかけてあげようって思ってたのね。だから今それをやろうと思ってるんだけど、なんかちょっとグイグイ行きすぎると嫌かなとか、なんか思っちゃって、本当に嫌がられてたらもうどうしようもないんですけど。でもちょっともうリリカちゃんさ大丈夫かなって思ってるんだよね。でも多分リリカちゃんも優しいから大丈夫。大丈夫、リリカちゃん。いやでも普通の人だったらわかるよ。でもリリカちゃんは私に似てる部分がある人なんですよ。そしたら多分ちょっと常人、リリカちゃんもね結構ね変わってるっちゃ変わってるんですよ、すごく。でもなんかこうめっちゃ私の好きな、多分だけどこの軸がめっちゃ私すごい好きなタイプの人というか、なんかこういう人になりたいみたいな人のタイプなんです。なんか結構自分を持ってて、だしなんか他のことはこういう部分が私は違うんですよっていうのをなんか結構明確に示せるタイプで、なんかそれすごいよねって言ってたら、すごいそこはめっちゃ食いついてきてくれたのそうなんですよみたいな、なんか私もそこ意識しててみたいな。そうだから
ちょっとそういう感じで距離を近づけていこうかな。なんかそう、でもそれを13歳で入ってきたばっかりで分かってるのがすごいなって思って、初めての3期生の一人一人のコメント動画を見た時にすごいなって思って。そうなんですよ、なんか他の子と違うことをしないと印象に残るのって難しいとか、なんか好きになってもらうかっていうのもまず大事だけど、その前にまず覚えてもらわないとっていうのが初期の頃ってあるじゃないですか。だからそうっていうのをなんかちゃんと理解してて、13歳でね、入ってきたばっかりでね、すごいな。3期生本当にしっかりしてる子ばっかりですね。でもなんか私はどういう立ち位置にいたらいいんだろうって、でも多分私の性格的にそんなになんか3期生指導係みたいなタイプではなくってでもなんか存在が大きい先輩になれたらいいなって思ってます。でもなかなか私もいいアドバイスすると思うんですよね、聞いてきてくれたら多分なかなか私もいいアドバイスをすると思うんですけど、でもなんかあんまり私に聞こうって思わないか。でもそこでちょっと見極めて、はい、大越さんに聞いてみようって言ってきてくれた子はもうピューンと行ってしまうって思ってますこれはでも結構はい、ガチですよ。イエイイエイ、ありがとうございます。先輩風はちょっともう吹かせるのはでも諦めました。でも私も初期の頃なんかみんな何か一つくらいはすごい強いものを持ってて、なんかダンスが苦手って言っても顔がめっちゃ可愛い子とか、なんか逆にまだメイク覚えてなくって自分の顔もコンプレックスでみたいな子は歌がうまいかダンスがうまいかみたいな。でなんか初期の頃はそのアンダーデビューとかがあったから、もうダンスできる子がすごい活躍してて、それによって
研究生公演もなんていうのポジションとかが与えられていたから、もう本当に、あ、待って待って、ビジュアルも歌もダンスもこの3つの大事な大きな点をどれも司ってない私やばいじゃんって思ったんですね。そうこれはやばい、このまま行ったらやばい。でもファンの人には、私は絶対センターになるんですって、近い将来絶対なってるんでって言い放っちゃったし、それでこれはやばいって思ったから頑張りましたはい、なのでそこをもし悩んでて聞いてきてくれた子には伝授できます、バッチリですはい、私がちゃんと頭皮からね、頭皮マッサージから入りますから結構、はい、頭皮マッサージ、ふっ、大事ですよそうそう、ヘッドスパです。やっぱ楽しみだな、なんかでもまだそんなあんまり会えてない、そう、でもお出かけとか一緒にお出かけとかできたらいいな。でもちょっと今はさすがにいろんなことでバタバタしすぎてるからあれだけど、みんなは誰が気になったんですか？それをちゃんと聞いとかないと。皆さん誰が気になってるんだろう。わかるわかる、はいはいはい、うん、え、そうそうだ、そう、すももちゃんもさ、え、なんかもうさ自己プロデュースがさめっちゃできてるというか、なんかメイクがすごいさもうアイドルみたいな、そう、かわいい、なんかもうすごい出来上がってるみたいな可愛さでびっくりしました。でも自分より年下で今16?17? 今高2なんだよね。そう、高2って言ってて、って思いました。そう、目が大きい、そう、なんか今まで NGT にいなかったような雰囲気というか、なんかでもあれでさ、こうなんか新しい層のファンの方がついたらめっちゃ強いだろうね。そう、なんかしかもすももちゃんっていう名前も強いですね。なんか桃よりいちごよりすもも好きになってみたいな言ってて可愛い。
そう、なんかすももちゃんもアイドルが好きだったって言ってたかな、そうって言ってて、ね、なんか可愛いものが多分すごく好きで、女の子のファンの子とかも好きそうな、なんか未来が有望ですね。うん、そう、なんか3期生は結構大人っぽくって、まあ年齢が大人なのもあるけど、大人の子も大人だし小さい子も大人だし、なんかすごく、でもまだこう気を使ってる感じも全然あるけど、そこはまあ気を使う場面は気を使うで大事だから、なんかそう冷静にちゃんと自分のことをね、こう分かってるようなで、みんな落ち着きもあって、最近の子ってこんな感じなんですかね。なんかみんな3期生のみんな一人一人がこれからどんな風にどんなアイドルになっていくんだろうっていうのをこうすごくすぐそばで見ていけるのがまた嬉しいなってすごく思ってます。なんか今はこうまあ初々しい感じで始まってるけど、2年後3年後にだいぶキャラ変してる子もいるかもしれないじゃないですか。そうとか、新しい才能を開花させてる子だったりとか、はい、なので、でもなんか親心みたいなものもあるし、友達みたいに仲良くしたいっていうのもあるし、ちゃんとした先輩にならなきゃっていうのもあるし、あとはそうですね、ほんとなんかでもそわそわ誰かに話したいこの気持ちっていうやつです。そうですね、楽しみですね。あ、え、14日のさ、あさってのイベントに来てくれるの3期生。なんかそう言ってて、って思った。あさってはね、ツーショット撮影会があるんですけど。そうなのよ、ツーショット撮影会。なんかみんなともすごい久しぶりに近くでお会い、生でお会いできたりとかする機会だからね、楽しみですね。握手会の雰囲気がちょっと戻ってくるのかな。
楽しみですね。でもやっぱ緊張しますね。あとなんだろう、あとなんかスタッフさんとかに3期生とかと話してる時になんか、あ、先輩風吹かせてみたいな思われてたら恥ずかしいじゃないですか。なんか覚えが先輩してるみたいな思われたら、同期とかさ恥ずかしいじゃないですか。なんかもそもそも先輩風ってなんだ。こういう感じ。わあ、吹かれた。こういう感じですかね、先輩風。すいません。3期生の話するハルル嬉しそう。そうなんですよ。だってなんて言ったって初めての後輩ですよ。後輩が私にもできたんだな。早く仲良くなれるように。もうさっきから同じことしか言ってなくてすいません。でもこれからも同じこと言うと思います。楽しみですね。ということでちょっと時間教えてくれてありがとうございます。ちょっと壇上の皆さんをまずお呼びしますね。13位てっちゃんさん、12位ふみのんさん、11位ゆうとさん、10位まきあーとさん、9位としやさん、8位さかけんさん、7位しょうたさん、6位コミュニストさん、5位ひよぽんさん、4位おしょうさん、3位きゅうりのお漬物さん、2位わたちゃんさん、1位ぐっちさんです。はい、ありがとうございます。くれてありがとうございます。あ、そう、明日はね公演があります。くらくら公演久しぶりなので、はい、これからちょっとバタバタと復習をしないと、まあちょっと夜なんですけど、はい、やっぱね動けなかった期間を取り戻すためにちょっとこれからたくさん活動していくということで頑張りたいと思います。確かに公演久しぶりだからさ、体力落ちてないかな。確かにモリモリで頑張りますね。はい、ありがとうございます。ということで今日も見てくださってありがとうございました。みんながどの3期生のことを気になっていても、私は絶対に絶対に皆さんのことを信じています。信じてます。はい、ありがとうございます。こちらこそいつもありがとう。はい、ありがとうございます。私を選んでくれてありがとう。これからもよろしくね。はい、
るかな、みんな笑ってるんだけど、いやいやこちらこそって。そうだよね、明日頑張ってね。頑張ります。でもはるかのファンの方来れるのかな、生誕祭がまだだからね。どうなんだろうね、皆さん待っててください。